守る城ならたやすいと攻めてきたな。乙女を侮った罪は重い。その少年絶対に正してやる。ナオトラいるわね。お風呂に行くわよ。したくなさい。俺たちだって少しはやれるところを見せてやろうぜ。なあ、弱いものをいたぶってさぞいい気分だろうな。ナオトラ様ならこんな時こそ吠えるはずだ。隊長を崇め奉るための銃砲を立ち上げましたぞ。敵もおじけづく。一日大将になれるなら何をしますか。なるほどね。足軽目線で質問してみたって感じ。何かな。はあ、カッタナデスコの花言葉は強烈な愛。奪わせないわ。一番隊の座は俺のものだ。なぜなら俺が無敵だから。日の元のみならず外国でも俺は無敵と呼ばれたい。いやー、失礼。あまりの神々しさに涙が。足軽に必要な技術、才能を上げるとすれば、俺たちがほらーっと逃げ惑う感じ、あそこだよ。あれが腕の見せ所だよね。いかに自然に慌てるか。足軽ならではですね。
越後の米を食べないと俺は無敵を維持できない。よく無敵。そう、弱点は俺たち男衆だぜ。まったく不甲斐なし。お前は今日は飯抜きよ。許して。すみません、お休みの日は何を。あの、自分仕事と家庭は分けたい派なんで、その質問は勘弁してもらって。慣れざる足軽の苦労を教えてください。人形合体残業してまで練習したくないっつうか。苦労も多いんですね。今日の俺は無敵度が低い。悪いが後は任せた。叫びすぎて息が切れていても俺は無敵。相手の対象が強すぎると思いませんか。相手が強いとか弱いとか、そんなの関係あるのっけ。足軽の手が来るってやつにさ。ちょっと切りかかってこないで。私お話聞きたいだけなんです。この戦では足軽としてどんなお仕事を。まあ強いて言えば、なんとなく走り回るかな。足軽ならではですね。俺はまたこのすげえ大将の夢を見ちまうのか。夜眠るのが怖いぜ。足軽に必要な技術、才能を上げるとすれば。足軽はさ、生き様なんだよ。なるんじゃない、そう生きればいいだけさ。いつか無敵を5人揃えて無敵戦隊を結成する。この戦では足軽としてどんなお仕事を。大将の応援。なるほど、この俺をそばに置こうと。お前のその目はまさに無敵。武田の道場など古い、時代は直江無敵道場。今までの俺は無口すぎた。普段からもっと喋らせろ。大将こそ帝を面白く制定なり。愛禅明王、お前は一体何を言っているんだ。山ほどもある熊を倒した俺こそ究極無敵。今の職場での悩みは。お前にわかるか、無敵であり続けるこの俺の苦しみが。はあ。知り合いの子に教えを壊れる俺こそ至高の無敵。大将を祀るための土地を買いました。どうですか、この戦勝てそうですか。どうかな、俺の読みだと8割方うちの負けかな。戦というのは残酷ですね。光を閉ざせ、誠を閉ざせ。あなたはわらわに求められなかった。全ての敵はわしだ。それだけよ。
新しい陣形合体もいいやんねえかねとか、ほら俺もそろそろ認められたいし、自分たちのここを見てほしいと思うところは、切られても血を出さない我慢強さだと思うね俺は。なるほど、剣神様の窮地を救い褒められた俺こそ超無敵。あなたの大将の今日の動きを見てどうですか。前の戦の怪我が心配だったけど、腕の振りを見る限りあと3戦はいけるかってところだな。体調には気をつけろよ、この無敵との約束だぞ。無敵、奇跡、奇跡、無敵、よし今日も完璧だ。足軽にとって大事なこととは何でしょう。やっぱおにぎりの具かな。あ、だって毎回変えなきゃ飽きちゃうだろ。苦労も多いんですね。エンマ大王とも友達、俺がこの俺直江兼続。この軍に入ることを決めた理由は何ですか。ま、戦でいろんなところへ行けるのはいいよね。足軽の特権ってやつかな。今日一日くらいは無敵と叫ばず過ごしてみるか。最初によって救われた者はこの日の元に数知れず、拙者もそのご先祖様も無事の猫もそうだ。こうして戦場に立っていくといいのに草を食べない。恥と思うなら剣を持て、死にたくなければ立ち上がれ。頑張ります。知られざる足軽の苦労を教えてください。息状態、男がのさばり涙するのは乙女ばかり。国の行く末もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。女児童なんて、いかつい呼びのは気の毒ね。姫、とでも呼んであげようかしら。バカにして。えい、マリアの相手は調子が狂う。さっさと下がれ。代わりにお前のうるさい弟を出せ。姫君、もしあなたが求めるのなら、いつでもどこでもあなたの攻めを受け切るつもりはあるわ。乙女に負けるは恥だ。いな、この直虎に斬られること誇りに思え。とろけてみたい。女が日の元を滑るので絵空ごとと思うか。私が倒れたら、あの子たちはどうなる。不思議な羽よ、わしに勇気よ。やばいぞ、また直虎様にどやされちまう。以上、戦場から足軽さんたちの生の声をお伝えしました。ではまた別の戦でお会いしましょう。さようなら。あなたをめでて舞い踊ろうかとも思ったけどやっぱりやめた。だってあなたじゃ満足できないもの。